はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は天空中央高校、まあ、ちょっと中級編的な感じで投手でやっていきます。あ、そうで8月の2週になってるんですけど、サボり癖だけついてて、まあ、病院行ったら治ったんで、ここから始めていきたいと思います。デッキの方はこんな感じで、レンちゃんと渚ちゃんの自己紹介が終わったところかな。で、今回は、まあ、投手でやっていくんですけれども、金徳の数もある程度確保しつつ、まあ、渚ちゃんがね、エンジェルじゃないんで、ごまたデッキでやっていくという方法で、進めていきます。で、渚ちゃんが金徳2つくれて、レンちゃんは振るので、金徳くれて、あとシナリオ金徳とデートで金徳を1つ取っていきますので、まあ、5つ狙いですね。でちょっと気をつけなきゃいけないのは、レンちゃんの超尻上がりがシナリオ金徳と被っているので、膨張型の、エンジェルですね、膨張型のエンジェルが、超尻上がりを吐き出すので、まあ、そこは被らないように気をつけていかなきゃいけないんだけど、まあ、進めていくとね、まあ、なかなかいつの間にか金徳ハートが出ちゃってたりするので、あとは強心臓と左キラーか、まあ、両方結構重めなんですけれども、できれば、左キラーあたりかなを狙っていきたいと思います。でデートの方は、まあ、多分評価の関係で真帆ちゃんデートを進めて、まあ、評価を回復しつつ、金徳を狙っていこうかなと、思っています。まあ、最後にね、骸骨もくれるんで、まあ、真帆ちゃんで、いいと思います。であと渚ちゃんじゃなくて今野ちゃんは、まあ、ちょっとコツ的なものを結構くれるので入れてますと。で本当はね、ユニフォームしぐれちゃん持ってたら、まあ、金徳狙いで、まあ、真帆ちゃんじゃなくて金徳狙いでみなぎる活力なんかかっこいいんで取っていきたかったんですけど、ユニフォームしぐれちゃんは持ってないんで、今回普通のしぐれちゃんを入れてます。まあ、しぐれちゃんも告白2回タイプなので、コツを取りに行きますというところですね。まあ、これでやっていきましょう。あ、そうそうそう、でマジカルーちゃんは変化球膨張型なので、まあ、天空中央でね、持ってればかなり役立つキャラなので入れてますと。あと、まこちゃんとのコンボもあって、まあ、経験点とかもかなりいいんで、まあ、ルーちゃんもおすすめキャラですね。で、まあ、最初に守備レーンやったのは監督の評価を上げるということで、であとエンジェルなんですけれども、ちょっと余計なエンジェルを連れてこさせないために、必須のエンジェルは先に勧誘しておきましょう。まずはパワフル高校で小筆、やっぱりね、小筆はね、精神要因でかなり役立つので入れておきますと。で次は騎馬妹だね。筋力要因で騎馬妹を入れて、あとはゆかり様もね、入れておきたいんだよね。虹谷とかにね、発掘させに行くとちょっと微妙なキャラ、まあ、この中で行くと、どれだ、せっちゃんとかね、連れてこられるとかなり厳しいんで、北雪って出ないんだ。まあと何気にね、バンプのミサちゃんもね、ちょっと微妙なんで、あと俊英か千代ちゃんも、この3人ちょっと連れてこられると経験点がどうしても下がっちゃうんで、まあ、それを防止するという上でも先に候補のエンジェルは確定させておきます。今回はで、そこからの評価上げは虹谷たちに任せましょう。花カーネーション成功すれば重い玉よし。まあ、コツがね、取れる選択肢はなるべくコツを取っていきたいですね。でエンジェル、お次をどうするか、黒金だな。おゆかり様、一人追加でね、来てくれると結構楽なんだけどね。まあ、今野ちゃんはイベント数が多いんで勝手に評価は上がっていくと思います。あと2人、ここで1人発掘して1人勝手に出てくれるとほんと楽。黒金にしよう。でマネちゃん、あと1人はサトリちゃんあたり、いや待てよ、結構技術を使うからな。しぐれちゃんがいるとはいえ、ここは魔法を教えてにして、
ルーちゃんの評価を上げつつバント封じのコツ。あと一人だもんね。どうしようかな。ブレインマッスルにしてビビちゃんにしとこう。なんだかんだで技術は必要になる。あーそうか、これで大ピン取れるっちゃ取れるのか。まあいいや、どっちも合ってる。サイリさんが出てきて大ピンと。で大ピンはシグルちゃんの2回目でも取れるんですけど、あーここね、どうしようかな。ちょっと無難な感じでいきます。ここもで少し経験点があるのかな。ちょっと評価上げていきましょう。じゃあまほちゃんイベントが来たんで少し評価が上がってるんで評価上げていって、コンちゃんも上げていこう。レンちゃんとルーちゃんとシグレちゃん、シグレちゃんがいける。この2人いけるけどちょっと置いとこう。であとは練習、どうしようかな。まあ、ルーちゃんプラス虹谷、レンちゃんか。上げられるときにレンちゃんも上げておきたいのでこっちにしよう。篠宮くんが行ってくれれば OK。 よしけ。おお50。今野ちゃんここら辺でちょい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 上がってくんで、はやー、ちょっと待って、レンちゃん早いよ。1回も通常イベント起きてないじゃん。ダメー。まあしょうがない。これレンちゃんは練習でちょっと本当に気をつけて上げていかないと評価が乗らない可能性があるんで、これはしぐれちゃんとしののめくんか。ここだな。いや早かったな。まあ別にいいんだけどね。前イベが2つ短縮されたね。やべか。あ、今野ちゃんと虹谷か。一応ルーちゃんと今野ちゃんはちょっと筋力不足で上げられませんと。筋力ちょっと厳しそうだね。やっぱりゆかり様マネージャーの仕事どうしようかな。ルーだな。クロスワイヤーのねコツを2でくれるんで。でルーちゃんはクリスマスを一緒に過ごすと一応対左のコツがもらえるんで、それはそれでありかなと思っているんですけれども、ここの練習が何とも言えないな。やっぱりでも最初はなエンジェル集めをメインに行った方がいいかな。レンちゃんの評価も上げたいけど人がいないんだよね。ちょ回収もできるんで、西谷お前にマックスセル UK 西谷よ。割と順調にいってるね。複数がないのか。手伝おう。あ、これ何がいいんだ。とりあえず政治経済にしとこう。よくわかんねえや。あ、勝ち運か。まあ、微妙は微妙だな。んー、なんか2人重ならないね。どうしようかな。じゃあ、今野ちゃん、虹谷。今野ちゃんもういけるか。あげられるね。よし。で、レンちゃんもあげて、ゆかり様も、まあ、あげておいて、ゆかりちゃんもあげて、さゆりさんあげて、まだいけるか。よし、いる人たちはとりあえず OK。 どこだっけ。ここか。今野ちゃんは連発型だね見た感じ。よしよし、小筆 OK で、しぐれちゃんの告白1回目、これは引き受けてスルーします。まあ、告白2回組が結構多いけど、まあ、人も多いから大丈夫かな。もう11月。あ、来た来た来た。真帆ちゃんが来てくれたわ。ちなみに真帆ちゃんって、彼女になってくれないと回避イベントやってくんないんで。あとは、しぐりちゃんやべか。やべとか下がるからな、最悪。ここかな、ルーちゃんと雷。いけ雷よ。よし、おっ、騎馬妹。まあ、最低でもちょっと30上げてほしいよね。
1人か、まあ、エンジェルが3人いたけどな。やべ、雷か。ちょっとリスキーだな。ちょっとリスキーだけど、小筆がいるね。小筆は精神足りるよね。よし、 OK、 いけ。雷、やべの順番だよね。よし、雷、騎馬妹、 OK、 やべ。おお、30上げてくれた。で、コンノちゃんのドキドキは、遅いから帰ると。緩急、あ、これね、止めよう。これかなり楽だよな、来ると。さて、騎馬妹、筋力足りる？足りるね。で、今10人か。年内に集められればでもいいかな。まあ、レンちゃんでもまだか。ここ2人いるね。レンちゃんもな、ちょっと気をつけてあげないといけないけど、マホちゃんはマホちゃんで、確かにこの子も気をつけてあげないといけないんで、なんて言ったって下がるからね、一回。やる気？あ、下がらないか。ゲッ、サボり癖つきやがった。あ、でもラブパワーが終わったといえば終わったか。あ、雷の評価なんてどうでもいいんで、安全圏を取る。え、どうする？ラブパで直してもらうっていうのが一番いいんだけどな。3人いるわ、ここ。頼むぞ、3人行ってくれ。まず虹谷、マネちゃん20、シノノメ、マネちゃん最大、雷、ビビちゃん OK。 これで全部揃った、全部揃ったは揃ったけど、ここいいな、やりてえけどな。サボり癖ほんとやだ。ちょっと上げよう、上げるだけ上げよう。マネちゃんとビビちゃんと、これで全員 OK だね。集まりは早かったけど、ちょっとサボり癖がな、怖いは怖いからな、怖いは怖いから、ちょっと一回通院しよう。もうおい治らんかい。いや、ちょっともう一回通院しよう。もったいないけどしょうがない。で、ブブ漬け、これは真ん中でいいや。テンポ、で12月3週なんか全然微妙だな。マジで微妙だな、マジで微妙だから、ちょっと一回デートを消化しておこう。まあ、12月の3週で、もったいないっちゃもったいないけど、デートは本当にね、詰まるからね、ここは。で、まほちゃんはカナデートありの人だからな、ギリギリで残しておくのもちょっと怖いんだよね。クイック、いや、そこまでの稼げるか、敏捷ポイント。ここをフラッシュってね、やろう。1回目、フラッシュもね、来ないときマジで来ないからね。できれば3回くらいは。これどっちがいいんだ、いいやつとか意味ないからな。経験点的なものを狙っていこう。中吉、さあ、あとは回収しつつ、レンちゃんか。そうだね、今週レンちゃんはもう追加が起きないからね、地道に上げていくしかない。だったらレンちゃん4で OK だからね、4で OK かつ下がらないっていうのがあるから、それは楽。回収だな、ここは。いいね。で、コンノちゃん告白する。おお、体力もアップ、低めももらって、おお、本当にモテモテになったよマジか。3人いるな、3人、ここすげえ回収できるな。またやっぱちょっと放出しておくか。筋力か、
騎馬妹、いやでもゆかり様もいるしな。ここ技術がすげえ稼げるね。じゃあこっちだな。クイックもせっかくコツをもらったんで、まあ、欲しいといえば欲しいかな。マホちゃん3人、レンちゃん OK。 あーここ回収できんな。ちょっと回収だな。いやモテモテはマジ楽だわ。すっげえ評価上がんな。ちょっと合宿前に見ますか。スタミナもちょっと D に上げとこう。コントロール、うーん、精神が若干足りてなさそうだな。変化球どうしようかな。ちょっと2球忍ばしでいくか。55でスライダーとりあえずは。あ待って、フォーク覚えてんじゃん一番最初から。まあいいや。あと次フォーク上げていくか。あ4人いる。レンチョン、ガシャンガシャンガシャンと守備でガシャンガシャンガシャンってきてもな。今野ちゃんか。お臨床ポイント29連打、これは美味しいな。うわまたエンジェルがいる。てかすごくね。フラッシュ。監督評価が全然上がってないんだよね。でラブパワー OK。 合宿前のラブパワーはでかいな。あ渚ちゃん、ここは俺がいる。体力を回復する必要はないんで。合宿前にねマジ病気になってると終わるからね。うわここいいな、ここやろう。で監督系のものは全部上げてこう。練習続ける。よし、これ監督じゃないんでそうしよう。体力マックス。さてどこにする。レンちゃん大丈夫そうだけどな。筋力がだいぶ稼げるね。ちょっとしとくか。でサイリさんも特に監督は関係ないんで、ここも回収できるね、ここも回収できるね。あー技術かー、ここだな。お監督、これは俺はついていくぜ監督。よし根性もゲット。そろそろちょっと待って、あれが溜まりそう、ポットが溜まりそうだけど。あーここいいね、割と守備練踏んでるな。僕でが精神を吐き出してくれればありがたい。さてここはリリーフなので普通に行きましょう。リリーフまでたまに勝手にさ炎上して勝手に評価下がるときあるからね。俺何もしてねえよみたいな。球速144までいける。コントロール、技術が足りてない。フォーク、よしこれでいいか。ここで監督評価が上がってくれればあとはもう普通に練習してれば大丈夫だからね。大丈夫、俺大丈夫、炎上してない。結構点取られてたけど。危ねえ、自責点ゼロ。これ勝手にためにね、自責点5とかなるからね。でポット溜まってる、これ溜まってそうだね。ちょっと騎馬妹にするか。よし吐き出してくれた。では、まあ、金徳も回収しながらやっていきますか。告白する。これでタイピン3でくれんだっけ。あそうだよね、でタイピンが4になったか。タイピンはじゃあつかみましょう。 OK で、あとは技術がなんだかんだで足りてないんでそこら辺も見つつ。3人いるね、よし
ここはもう金直を回収します。連発型って何？どっち？強心臓か左キラーか。強心臓か。タイピンは掴んであるんで。でここは勝手に進んでいくんだよね。まああとはね、甲子園優勝しなきゃいけないっていうのがあるんだけど、ルーちゃん OK、 レンちゃんも OK、 シグレちゃんも OK、 ルーちゃん OK じゃねえや、よく考えたら2人、結局2人か。ここ精神すげえ稼げんな。やりたいはやりてえな。このハートが何になるかだよね。しぐれちゃん、あーまあルーちゃんここまで来てればモテモテだし大丈夫だよね。ちょっと回収しよう。でしぐれちゃん、なんか食わしてくれ、俺を養ってくれ。よし、ありがとう。おー、うまいー。で例によってデートが進んでない。ここはもう完全にこれだね。ルーちゃんの評価上げつつエンジェルフラッシュ。小筆が意外に精神吐き出してるから精神は大丈夫そう。技術だね、まあ、入れてるは入れてるんだけどちょっと技術不足感があるんで、ここも技術ないしね。強心臓取っちゃいますか。3っていうのがやっぱいいよね。すごい。おい、監督の評価が監督の評価が20、違え60も上がったわ。超どうでもいい。3人、うむうむうむ。あー、ここ回収しときてーなー。技術回収しよう。でしぐれちゃんがさらに技術を吐き出すと。ちょっともう一回デートしておきたいよね。5月。あ、マジカルマジカ告白。あれ今どうなってる。ちょっとデート状況1,2,3,4 大丈夫か。でルーちゃんがちょっと評価乗ってないんで、まほちゃんはデートするから最終的に長寿量合わせる。こっちにしようかな、こっちにしようかな。精神は大丈夫だからな、こっちだな。技術を気にして上げていきたい。あー、ここもいいな。あー、フラッシュか。まだ5月の2週やろう。これは小筆がだいぶ絡んでるね、フラッシュに。あ、来たー。まあ来たけどね、大丈夫よ。まほちゃん15くらいすぐケアできるから。3人かー。いやー、どうしようかなー。精神ほんと余ってんな今回。いつもなんかちょっと不足気味なイメージがあるんだけど、今回に限っては余ってる。どうしとるか。重い玉、尻上がり、根性も取っちゃおう。だから技術が足りてないんだよ、その代わり。で勝ち運、黒ファイ、安全圏、バント、骨系は抑えたか。レンでいこう。ガショーンと。でもうそろそろ回収に入らないといけないんで、うん、やっぱ技術だな。技術を抑えとこう。でルーちゃんの評価もこれで大丈夫そうかな。なんかゲルーちゃん何も食わしてくんねえな。あー、ここで来るか、ここで来るか。やろう。コノちゃんなんか食わしてくれ。デートがやっぱりギリやね。何も食わしてくんねえし。これもどっちでもいいや。これはコツくれないよね、どっちでも。6月の4週からデートをしなくていいのか。7月に入ってからでいいのか。一回デートしてやるから。怖いは怖いよな。まあハート次第だな。技術を優先的に、技術を優先的に取っていこう。ああ、吐き出してくれた。でもさ、
ビビちゃんって膨張型だよね。金魚すくい失敗した。まあいいや、経験点に絡んでくるんだよね。優勝する、絶対優勝する。6月の3周、ここで金徳を確保しとかないとちょっと厳しいか。あれちょっと待って、変化球、フォーク5にしておいて、まあいいか。うん、最後ここにしようか。ここは辺もいいよな、ハート的にはいいよね。やっぱ筋肉押さえとこう。超尻上がりだよね。そう、まあ、レンちゃんはね、1,2,3,4,5 人いるじゃん。無駄だけど、無駄だけど、無駄に5人いる。ちょっと怖いんで、怪我率もあるから、本当はこことかね、回収しときたかったんだけど、デートを開始しますか。で、ここも、なるほど。左キラー取ってたら、でもちょっと技術が足りなかったね。今回、強心臓だったから、うまく精神ポイントはけたけど。これがもし左キラーだったら相当きつかったな。スタミナはちょっと C にしておきたい。だからコントロールが伸びなそうだね。152、変化球どうしようかな。3球種はじゃあ覚えさせるか。意外に変化球も余裕があったな。デートマホちゃん、デートでケアできる？あ、これ何がいいんだろう。なるべく技術が欲しいんだけどな。ちょっと経験点を確認したいです。まほちゃん、まほちゃん、まほちゃんのデートの3回目だっけ。デート3回目。これ何、どういうこと。あ、これエビルの時か。技術ライドアクションね。まあ他のは多分ランダムになると思うけど、これはまあここは普通でいいでしょ。普通に打っていけば、ほい。あ、そうか、あと復活でまた精神使うからね。それはそれで小筆ちゃん活躍してくれたな。あとはこれで甲子園優勝を狙うのみ。デートで真帆ちゃん4回目。どんくらい評価が上がるのかがよくわかんないかな。上がるは上がるよね。11。いや、これモテモテなかったら結構きつかったね。意外にモテモテありでこれだからな。最後も上がるよね、まあ、最悪7月の4週はまた空デートをすればいいんだけど。これいつも噛むんだけどさ、噛まないこととかあんの？噛まなければ成功とかそういう感じ。でもまあこれ大丈夫そうだね。ここもいいでしょう、多分大丈夫で。変化球いいや。3球締めを覚えよう。今何覚えてんだっけ。スライダーとフォークだから全部じゃあ縦っていうか直線系のやつにしよう。さあ甲子園出場は OK。 どうしようかな。
天空中はこの先がね、はっきりやることないからね。評価上げもする必要はないんで、スカウトさん評価でも上げとく？ついでにスタミナも上げられるな。スタミナ C か。でも技術をちょっとでも稼いでおこうか。ガチで技術は足りなくなりそう。でこっからはまあピンチャンでいきますか。コントロール D で止まりそうだな。鉄腕取っておこう。有毛化管はまだ骸骨を取るんで置いとくと。で超尻上がりも最後レンちゃんくれるから、こっからさらに軽くなるのか。それはもうなんかどっちでもいいな。あ、クイック取っとこう。よし、これでいきましょう。雷だから悪くないね。そういえばひたすらコントロール練習。次もう一回できるかな。ここも嫌いなんだよな。シュート3くらいかね。3球種目は次は決勝。投手はね、本当に試合がちょっと厳しい。円卓じゃなくてここか。ここの打線ってどうなの？あんまり投げてないから分かんないけど、ピンチャンでいこう。スタミナ B にしとこう。精神が若干余ってるのは縛り。いや縛りでも技術使うな。もう精神だけ使うっていうのはあんまないね。内角一応取っとく。40使うは使うけど緊急登板って言われてもねえしな。要所か。もう全部技術使うからね、特能を取るのに。変化球対抗心は使わないけどさ、どうしようかな。いいや、ちょっと置いとこう。もうこれでいこう。さて最後の試合は普通にやっていきますか。天空先制のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面で荻原。コントロールがなちょっといまいちだからな。こいつ萩原自体は歯はいいの。ミート F か。 OK。 変化球空振り三振。若松。さて回ってきた福士。1番しまった。ノーアウトかよ。堂上くんとかさ、すっげーな。ミートビパワーエスって控えてた。打球伸び広角打法チャンスいくつか知んないけど、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。どういう能力してんだよ。5番バッターもちょっとやだね。
投球これから4球目、平均的なやつが第5球超やだ、ゲやばい、フォークで落として、打った打球はライトやばい、いいバッティングを見せました。初球丸、パワーはあるのか、外のボール引っ掛けた、あー取れなかったか、取ってくれるとだいぶ楽だったんだけどな。よし、オーケー、ナイス雷、さすがよ。天空先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。よく回ってくるな。今日はサードゴロと若松君が頑張ってくれたのか。痛烈な当たり、センター前クリーンヒット。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、やべ、今日は三振と開いていこう。サードフライ、まずは投げました。1点打ちました。ピッチャー先、抜けた。ボールは中継。これでゲームが動き始めました。強気はもう強振でいいな。投げました。能力的に申し分ない。さすが。そして若松くん、まあ、俺なんだけどね。若松くんってパワーねえな本当に。投げ切れるね。スタミナ B まで上げたから結構残ってる。点も取られてないし。投げました。決まってストライク。闘志あふれる投球をしてるし。投げました。見送ってストライク。あ、そうかと。一応普通の尻上がりは持ってるっちゃ持ってるのか。高め第5球。投げた。オッケー。まず1人、そして4番、うまいもん投げてるのか、まだ投げた。初球から打ってった。これは完全に打ち取って、あと1人、押す、ストレートで押す、いいね、意外に楽だったな。さて、これでエピローグでどこまで伸びるか。あれ精神大丈夫か、溢れないよね、なんか溢れそうな気もしてきたな、まあ、ここはもう特能的には先発をやらざるを得ないんで、まずルーちゃん、で、マホちゃん、おお、いいね、対強打者もゲットで、しぐれちゃん、しぐれちゃんプラゴだからね、で、コンロちゃんも OK、 あー溢れてる、精神が溢れてる28しかくんない、さばきようがないからね、2300、 あ、でも300くらいはちょっとあれか、溢れさせちゃったか、逆境までても取っとけばよかったかな、もう根性も投手も両方掴んであるからね。さて、経験点的には9000を超えましたと、まあ、全員の評価アッププラスモテモテになれたのがでかかったな、全部溢れそうだしそもそも全部溢れそう、コントロール C にはしよう、で、まずじゃあ徳能を抑えよう、徳能というか金徳を抑えよう、復活、勇猛果敢からの調子で上がり、リリース安いから取る、あとせっかくだから変化球は余らせるのもったいない、555でいけるか、49なんかある、あ、火消しは関係ないから内角か、球速安定、コントロールもちょっと B にしておきたい、あ、160にはできなかったね、157、結構技術使うんだな、まあ、いや157とかにしとこう、超スローボール第2球種本当は欲しかったんだけどね、じゃあまあ打たれ強さ取っときますか、あるんで、え、筋力と精神が余ってるってことはスタミナ上げとこう、まあ、査定には響かないけどしょうがない、 S までいけそうな気もしてきた、弾道は2にしておきたい、ちょっと技術がもったいないはもったいないんだけど、パワチャレで打つことがあるからね、で、敏捷やっぱ使っときたいね、クイックはさすがに無理か、だったら打球反応なんだけど、下の方でなんか取れるやつあるかな、球速安定は5しか使わないからな、この辺はちょっともう変化球ポイントがないか、
じゃあ、じゃあ、じゃあ。打球反応だな。そこから、要所、締めて、要所を締めて、スタミナ S にして、終わりと。という感じで、まあ、金徳1,2,3,4,5個、無事取れましたということで、まあ、もしね金徳の数も多少確保したいって言うんだったら、まあ、渚ちゃんとレンちゃんを入れて、であとまあ真帆ちゃんでねやっぱり評価ダウンを下げるっていうのが必要になるんで、やっぱりこの3人はどうしても固定になっちゃうかなというのはあるんですけれども、やっぱり渚ちゃんいいよね、本当にいいと思う。金徳2つくれて、しかも鉄腕復活っていうのは本当投手にとってはかなりいい金徳だと思うので、本当に渚ちゃんは強いキャラだと思います。というわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。